演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はミスタードーナツの新商品のパイ4種類とちょっとクーポンがあったので、以前食べて美味しかったさつまいもので一番のお気に入りだったスイートポテトを買ってきました。こちら新宿中村屋さんというお店のパイだね。コラボしたパイですね。どれも美味しそうですね。と確か中身は麻婆豆腐、クリームシチュー、ビーフシチュー、カレーでしたね。日本で販売されてるのは日本料理ないのか、そしていろいろ入ってるなー外国の料理はっていうような印象ですね。おっと、でこのさつまいもとは以前もレビューしてますので、これは後に溶いておくとして、まずはどれから食べようかな。中身もどれかわかんないですね。こちらからいってみたいと思います。これやったら間違いなく崩れるパターンなので、このままいただきますね。ではまず全てにおいて共通しているパイ生地についてはサクッとしたいい音が聞こえてきて、噛んだ瞬間に口の中が心地よくなりました。そしてそれぞれの具材についてですが、まず最初に食べたクリームシチューはとっても濃厚でミルク感のある旨味があって、ふわっとそれが広がってきて美味しかったです。確かチキンも入ってるはずですので、その旨味を溶け出しているのかもしれませんね。美味しいクリームシチューで、これでご飯も食べてみたいなと思えたので、こちらの点数とさせていただきます。まあ全然違うかもしれませんが、2つ目に食べた麻婆豆腐はかなりビリビリくる辛さで、辛さがかなり前面に押し出されていて、今までのミストの商品とはちょっとかなりかけ離れたイメージですね。まあでもミストはヤムチャも出してるから、そういうのがあってもいいのか。ただこの辛さは好みが分かれるかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてその次に食べたインドカレーは、こちらは麻婆豆腐とは反対にかなりまろやかな感じで、全体的に甘めのカレーで誰にでも好まれそうな、そんな感じですね。もちろん甘いカレーはちょっとという方にはと思われるかもしれない。で食べ進めていくと最後の方にお肉の塊があって、それを噛んだ瞬間にお肉の旨味がぶわっと広がってきて、そういった部分もあるのかと思い、とっても美味しかったです。なのでこちらも点数させていただきます。そして最後に食べたビーフシチュー、これはちょっと他に比べると個性が弱かったかなという感じです。まあ美味しくはあるんですが、他が尖っているだけにちょっと無難にまとまりすぎているかなという印象なので、こちらの点数とさせていただきます。まあビーフシチュー自体なかなか食べる機会がないので、美味しいと言えば美味しいです。はい、というわけで新宿中村屋さんとミスのコラボパイ、とっても美味しかったです。確か前にもやってたような気がするんですね。あ、それは北海道の洋食屋さんか。この調子でまたコラボやってほしいですね。次はドーナツ麺でもコラボやってほしいけど、それは無茶ぶりか。難しいかな、やっぱり。それではカツオかな、ルーブル美術館魚ばかり、ルーブル美術館のカツオで埋め尽くされているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。